おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、なんか結局ね、なんかね、日常的にやらなくちゃいけないことに結構あるんですよ。やっぱ車の洗車とかさ車洗車とか、今日は予防接種行かなくちゃいけないんですよ。あのね、一人暮らしして、じゃあ時間増えるんじゃないかなって、自分の時間、自由な時間が増えるんじゃないかなって思ってたんですよ。減ってますねなんか最近だって仕事とか忙しくなったし、なんか声かすれてきたけど、どんどん今回使っていきますら、マネマネボーボンドランゴでございます。一体なんだと、皆さんなんだこれはと思うかもしれないですよ。ドランゴめっちゃ浮いてるし、マネマネいるしね。動画でマネマネ使うのめっちゃ久しぶりだわ。このチームね、考えがあるんでいつもの考えがあるパターンですよ。今回のチームコンセプトをお話ししますとですね、これ攻略本にもあるんですよ。これマネマネモーモン、そしてドラキーだったかな、グレムリンとか、はい、なんでドラゴンにしたかはまあ考察してますけど、今回のチームコンセプト、めっちゃウケるです。はい、めっちゃウケます。よろしくお願いしますめっちゃウケるというコンセプトで今回やらせていただきますんで、よろしくお願いします。はい、まあじゃあ一人ずつ紹介していこうか。はい、このマネマネ、まずね、あの回避率が 25% ですね。まずお、やるねーはい、マネマネ回避率 25% なんですけど、このマネマネとウォーモンなんですけど、今回のマスターダブルスキャンってあるじゃないですか、いつも言ってるやついつも言ってるやつ強いねいつも言ってるやつあるじゃないですか、マスターダブルスキャンで、お互い、おいイエーイマスターダブルスキャンにおいて、マネマネとウォーモン、回避率を 25% 上げております。はいマネマネとウォーモン回避率 25% プラスのマスターダブルスキャンをしてるんですよ。つまりマネマネとウォーモンっていうのはもともと回数が 25% あって、25% プラスされてるんですよ。ほい、来たー。で、さらに草原森チームっていう相性がありまして、この草原森チームっていうの回避率が 5% 伸びるんですよ。つまりどういうことかわかります？この2体回避率 55% すごいことじゃないですか、これって。回避率が 25% かマネマネモーモン2体いるんですよ。これってすごいことですよ。でもドルマダメードルマダメードルマダメー。でも回避率が 55% が2匹いて、じゃあ真ん中のドランゴはっていうと、これをマスターマスカーしてあります。回避率がね 30% ですね、ちなみにはい、よいしょ。だから火力はない、正直言うと火力増強のマスターマスカーはしてないんですよ。だからそこと疲れると、さっきみたいに呪文を使えるときつい。まあでも 55% なんでね、はいはいすごい避けますよ、言っときますけどこれ攻略本のチームにあった攻略本のチームにあったんですけど、それのさらにね、ちょっとね、上位互換みたいなの使ってみました。はいマスターダブルスキャンまで、あ、受けるの、そこ受けちゃうの、うわマジか。え、 55% 食らうのそこそこ食らっちゃうの 55% なのに。いや、こんなんひょいひょい見ててくださいよ。ひょいひょい受けます、いきまーす。ひょい、あれあれあれ、飛びかかって、はやぶさ切りまあでも、今回なんですけど、まあ皆さんわかると思うんですけど、もう八百長してるんですよ、僕が。嘆きの亡霊敵に入れてさ、ガンガン攻撃引き寄せてさ、で、敵の動きをさ、ナインドブレイクとかナイトメアソルにしてさ、若干、八百長してるんで、チーム紹介ですよね、今のところは。これチーム紹介に近いんですよ。でも、呪文はダメです、もちろん。回避ばっかするチームなんで、全然呪文はダメです。呪文は普通に食らいます。こんなことになります。やだ。やだ。あら、やだ。さっきのドルマ見たと思いますけど、これもダメです。マネマネがドルマネで300食らいます。ダメ。ダメ。ダメだよ、ナイトリッチ。強いもん、それ。もし明日を唱える。さあ、とどめの。飛びかかった、ぶさけねまあ、八百長っすわ。ちょっとこっからちょっと本気を見せてくれればいいから。いや、このチームなんでドランゴ入ったのみたいな感じあるじゃないですか。え、ドラキーとグレムリンの方がよくねみたいな感じあるじゃないですか。ですね、しなかった理由は、ドランゴにしないとですね、HP が1500切っちゃうんですよ。このマスターダブルスキャンでやる場合っていうのは、他のモンスターたちだと、
あの、ドランゴとか、あと、オワコンみたいな、ドラゴンじゃないと、オワコンの HP になっちゃうんですよ。正直言うと。ドラキーとかだと、いや、確かにあるんだけど、なんか、チーム的に組むんだったら、DLC もありにするんだったら、ドランゴの方が。草原森の中でね、HP がね、高いのは、まあ、アームライオンとか、になるんですけど、アームライオンを使っちゃうとですね、マスターブースキャンのゲリオンを使えないんですよ。そう、アームライオンにしようかなって8万思ったんですけど、ゲリオンのマスターブースキャンの回避率 25%。これが使えなかったんで、ドラゴン、なるーイェーイ避けるんだな、これがな。で、SP ね、今、聖なる色にしましたよ、これは。これだってさ、あっと、ここ買っちゃうのー、危ない危ない、あ、そっか。解説今しますね。もうもっとワイ、後にする予定だったんですけど、解説。このゲームの仕様としまして、会心判定、わざか会心判定っていうのを扱われた場合、回避率関係ないです。はい。回避率は、会心には息をなさないんですよ。結構なんか昨今のドラクエで珍しいんですけどね。なんか結構ね、会心の一撃でも避けられたみたいなのが本家ではあるんですけど、雑魚。このゲームは会心判定だったら避けられません。回避率がね、向こうに、お前も避けられるんかーい。お前も避けるんかーい。そう、回避率がね、息しないんだよなそのせいでね、回避率パーティーっていうのは、会心狙いパーティー。いわばボストロールとかっすよね。そういうのにはめっちゃ弱いです。息しないですもん、そりゃ。だから普通の攻撃は大丈夫なんだけど、回心判定だったらダメ。いやー、クラウンかい !55%! 55% 活かせないんだけど。55% 活かして、お願い。よけろ、おい、 55% が破れちゃう。 55% 回避率の回避率 55% 撃しねえんだけど、マジで避けてんだけどね、ちゃんと。え、ちょっと待って、これこっからどうやって勝つの。はい、回心出せ、うぃメタハンが強すぎるのか、モーモンが弱いのか。多分メタハンが強すぎるんだよ。120とかふざけてんの。こうするとおかしい、頭おかしいんだけど、ちょっと負けちゃう、負けちゃう。全然勝てないんだけど、もう2戦目から急に勝てなくなったんだけど。ねえねえ、2戦目から急に勝てなくなったんだけど、どうすればいいんですか。勝ち筋を募集したいんですけど。すいません、勝ち筋を募集。いけ、はい、お前も会心出せ、やばい、ナイス、いいね、ドラゴンちゃん。来たよ、ドラゴン会心撃。さあ、ここで戦士の祈り。900あるよ、まだ。まだ900あるから大丈夫。まだ900あるから。でも、この辺りでね、詰められるんじゃないかな。だって、HP 差が返せてないんですよ。で、こういう回避率パーティーって何がいいかっていうと、勇気を貯めやすい点ですよね、要は。まあ、回避したら勇気貯めるわけじゃないけど、回避されたらね、敵の勇気の補正はね、下がってくるんで、その分勇気では優位に立てるんですけど、ただね、主人公はそれに対して強すぎるというか、主人公はちょっとこれ、こういうさ、圧倒的こっちは有利な状況を作ってんのにさ、なんか、あんまなんか有利に立ってないような。なんか勇気量も負けてるし、火力面ももう自利品だし。いや、ここからでもさ、無限の果実で、来たー！モシャスのいいとこ来たよ、これ。モシャスって結局のところさ、これ主人公に負けたら超強いからな。だってね、魔物軍団でさ、ただでさえ、魔物軍団だけど、ただでさえ向こうがすごい強い主人公になれるんだもんね。おい、なんだなんだなんだ、何の戦いしてんだ、おめえらは。はい、避ける、そこは避けてかないとね。全体攻撃に対してはね、勇気に戦うんだよな。はい、来たー、それそれ来たよ。こっから逆転する可能性あるな、でも、だいぶあるね。飛びかかって気に付けうーねえ君も結構、なんか、ドラゴン、おめえもなんか、会心かさ、避けるから二択だな、さっきから。さあ、お互い回避してますね、こうしてると。武闘家が回避率やばすぎなんだって、30% だもん。武闘家の回避が 30% っていうのはね、ドラゴンと一緒っすよ、手が。ドラゴンと武闘家の回避率一緒っすよね。避けろ！にゃー、避けない！ちょっと死んじゃう！え、待って、これ死んじゃうよ。避けます！いけ！集中の方、全集中の呼吸、回避の方さあ、というわけで、ね、3戦目はですね、弱点です。いや、もうすでにさっきの試合で弱点晒してるようなもんなんですけど。いや、まさかのね、さっきの試合でもうすでに弱点を晒しまくってたんですけど、3戦目は弱点との試合をやってみたいと思います。ワンチャンでも勝てる説あるからなんとも言えないけどな。はい。というわけでね、スターキュラーとスタックスカルライダー、見てわかりますよね。はい。単体攻撃しかありません、こいつら。ということで、単体攻撃でさっき言った通り、会心判定です。で、要するに会心でね、肉チームなんですよ。
で、ステリコダースで会心出やすくなった 75% で会心出るんで、75% で会心判定を引いたら、回避率は息をしません。さあ、こっちはどう動く？おーい、おラッキー。そこは4連携見せてほしかったよね。空気を読まないね。おいやー、すごい。いいねー。それはいい。だいぶ避けたね。さあ、こっから、おスカルンになる。さあ、スカルンになった。これワンチャン？待って、これはもしかして？スカルン？こっちのスカルンはどうなる？はい、よいしょー！オッケー、ナイス！素晴らしい！そうだよね。ステテコダンスもパクって、モシャスって、これ結構ね、対戦の中では面白い技で、敵の状態変化をコピーするんですよ。あモシャスで、ね、だって今スカルライダーがステテコダンス状態ですよ、ね、さ。それを、マネマネもコピーできるんですよね。でもこれ、おい、あれおい、あれって言っちゃった。そう、だからこのスカルンの開始判定をコピーしたんだよね。これはにゃん痛いなぁ。でもこっから大丈夫。まだ、もう向こうはね、会心の判定できるとは思えないもんね。いや、だってこっちの方が会心出たな。なんだったらこっちの方が会心出たな。じゃあまあここはね、ラビエルかね、大体このチームだったらラビエルか天使の歌っすよね。天使の歌ラビエル、光の歌っすよね。このチームの場合は。さあ、こっからね、ワンチャン切り返せる可能性ございます。ラビエルが強いんでね、というか。さあ、恒例のエロ。最近ちょっとこのエロの比率上がりましたね。エロの比率。800分の1のエロね。さあ、ここからね、まずこの一旦、さあ来ましたよ、4連撃。でも、ステルコは消えてるからね。あ、4連撃。おーちょっと待って、お前遅れてステルコダンスやってきた。待って、遅れてステルコダンス。待って、それはちょっと避けろ。避けて、死んじゃう、もう死んじゃう。早くも死にかけでございます。早くも追い詰められました。2ターン目に追い詰められるんじゃないよ。来たよ、スター君の。スタキメラ変身しました、今度は。灼熱の通り、行くぜ。はい。オッケー、行ってこい。灼熱使うって、灼熱を打つら。来た、決めるぞ、翼。まさかこれで通行出て終わるんじゃないでしょうね。避けれるよ。なんて鮮やか。正直対戦では散々な目に遭いました。おかしいなぁ、これ V ジャンプに書いてあった回避パーティーなんだけどな。おかしいな、 V ジャンプ大丈夫？ V ジャンプの攻略もだったんだけどな。 V ジャンプのチーム負けたんですよ、対人で。しゃあないんで大魔王に挑んでみます。対人がダメなら大魔王適性よ。よくあるじゃない、よく言うじゃないですか、あの対人適性はないけど大魔王適性あるみたいなさ、ギガンテスみたいなやつ。これもそういうパターンだと思います。思いません。さあ、始まりました。破壊神指導との対決です。なんでこいつを選んだんだろう。なぜこんなやつを選んできた。上から1200で有名な、ね、破壊神指導です。まあ、レジェンドクエストじゃないんで、1200は出ないと思いますけどね。予報の方が長い限り。さあ、大魔王適性ある方は試してみよう。いや、あのね、一つ言っていい？もう皆さんお分かりだと思うんですけど、マネマネが息しませんね。この時点で。もうこの時点で実はね、チーム的に分かると思うんですけど、マーネス、それをさっき出してくれ。大魔王になった瞬間、張り切り始めた。マネマネがもうね、腐ってますね。めったに精神が成功しないこともあって、生放送でバカみたいに変身してるけど、そういや。これはね、舐めてますよ。あ、避けれます。カイツ55%見せたらよ。ひょいったらひょいったら、あ。まだだ。ここから勝つのが醍醐味。次のターンはね、ジゴスパーク破壊の、ジゴスパークあるやん。あ、ジゴスパークあるよ。ジゴスパークで死ぬんじゃねこれ。いや、大丈夫。暗黒だから、モンモンが経験してくれる。で、破壊の宴に関してはね、全体攻撃なんで、そこで回避を見せていきたいところですね。破壊の宴でね、もう、ピュイといける。いや、耐えるでしょ。耐えますよ。なんだったんだ、このチーム。なんだマジでこのチームなんだったんだ。 V ジャンプどうしたこれは。なんだこれは、なんだこのクソ動画は。